よし、今からですね釣りに行くわけですが、まずはマクドナルドへ寄りまーす。何にします、ゆうとさん？私はですね、麺さん何にします？麺さんはね、マラメルの聞いてね、あのシェイクの M を一つはい、で何ですか？あのマックシェイクの S の普通のやつ、バニラ、バニラで、バニラを一つ、先生です。710円だったね。はい、いう形でね、普通にドライブスルーの注文をする一般的なアングラーです。普通に注文しました。やめろ。はい、ウェルカム清掃機水部屋、ご総サルです。はい、ゆうとめんです。よし、今日はね、千代田湖に来てます。私はこちらの昨日動画で紹介しました、このねスピードスタイル、これでね一匹こばせばいいから、とりあえず釣りたい。ゆうとめんの方はこちらです。ワールドモンスターのスピナベだね。はい、あれ、それはデラスピンだね。はい、そうです。てな感じで、小さいのでもいいから今日はエンジョイフィッシングいきたいと思います。それでは行きましょう。はい、水の様子はこんな感じです。まあいつもの千代田湖の濁りに戻った感じはあるっぽいね。まあでもちらほらね、ほら魚見えるでしょうか。バスとかブルーギルの小さいやつがうろうろしてるから、まあそんなに状態は悪くないっぽいね。じゃあ行きましょう。ほら、ブルーギルめっちゃ来た。ほらね、ブルーギルめっちゃ来る。取れてる？取れてるね。ブルーギルはめっちゃ来るね。これにさ、なんか釣れそうなナイスバスがいてくれたら嬉しいよね。よし、とりあえずここのワンド攻めます。ちょっとだけ、まあ重めの 0.8 ぐらいのジグヘッドワッキーでいきます。ただなんかあっちよりなんかここ魚ないね、見えないね。夏を引きずった釣りだったら多分こっち側の、足の下とかに入ってるんだけど、ターンが起きて秋っぽいから、まあやっぱ外の方に、アウトサイドの方についてればいいんだけど、それっぽいような魚も見えない感じだね。目視はできない。ちょっと上を引いてみましょうか。ついてくる魚がいるといいですね。おお、ブルーギルの当たりが、鮮明な当たりが、このスピードスタイルの竿だとブルーギルの当たりが鮮明すぎて怖い。怖いな。グググってくるけどブルーギルなんだよな、結果バスじゃないんだよな。6本の当たりを鮮明に捉えてしまう、この超ソリッドティップ。あ、びっくりした、蜂だと思ったら、ちょこれトンボリビビる俺っていうね。超トンボリビビってたよ。山だから怖い、怖いね。あの、飛来生物怖いですから基本。やっていきましょうか。あそこはね、鯉の上にカメが乗ってるんですけど、その周り意外と今ズームしたらバスがいたから、ちょっくらやってみます。はい、今ねカメが一匹見えますね。実はカメの乗っているものはあれ、木じゃなくてでっかい鯉の死体でございます。なんともほのぼのとした一幕ですが、あれはね鯉の上にカメが乗ってるんです。なんかズームしてみるとその周りに意外と魚がちらほら見えますね。あれはバスだな、これは。あ、これ結構20センチ30センチはいかないけどいいバスじゃないか、釣り頃の。ほら、あ、バスですね。結構この周りバスいますね。狙ってってみましょう。脳進化チクチク、飲め食ってきたら面白いけどね。脳進化なんかこの表層ピクピクにあまり反応はよろしくないな今日は。ああ、まあ反応してんだよ、反応してるけどバイトには行かないんだよな。この辺にいたんですけども、足場に。嘘、溜まってた。で、大きいな、ふらっつって。ああ、通った。通っても無視っすね、今は。ポッパー無視か。ポッパー無視っすね。でもなんか今日なんかトップ良さそうだね。悪くないね、トッパーね。ちょっと頑張ってみて。はい、この中入れてみようか。入りやすい。でも秋だから鯉中って感じじゃないんだよね多分ね。何か釣れましたけど、ネギが、ネギが、はい、ネギが釣れました。はい、インレットに来てます。落差があって下には結構ゴミが流れ込んでる。ノーシンカーでいけるかどうか、いきましょう。適当に落とすよ。
いそうだね。めっちゃいそうだね。ただこっから抜けるか、この竿で釣れたとしても。危ねえ。うう、こんなんなってますよ。投げましょう。やばいわ、意外といない。意外とみんなちゃんやってるかもしんない。ここどうだ。どうした？ゲンチャリ？車、車。嘘。あーなるほどね。ビビったよ今。俺が怒られるかと思ったよ。釣りしてるだけだからな。いやー、いろいろ回ってきたんですけどね、かなりターンを迎えてて、どのねアングラーも苦戦しているようです。釣れてませんね。釣れたとしてもこういう小さいサイズの、うん、アベレージより弱、ちっちゃいます。さあ頑張りましょう。完全にね水の色が違うターンだね。だいぶ増水したね。もっと向こう側にね、このね、ハスタチがいっぱいあった。釣りにくいね。さすが。食った、食ったよ、食ったよ。よし、わあ、ワームだけ持ってかれた。はい。ああ、いやー、ワームだけ、ワームだけしっかり持ってかれましたね。持ってかれたなー。正味1時間半の短い長考だったっすけど。こちらのスピードスタイルの方の試し投げできました。まあなんだろう、ワンバイトあってワームが持ってかれただけで、でしたが、今日もなんかターンが始まってね、難しい千代田湖、全体的に難しく仕上がっているようです。他の人から聞いてもね、ってな感じで、今このスピードスタイル、フィネスの釣りを展開してたんですけど、このね 3.5 かな、これ確かそうだったかなの、デラスピンも、まあ投げることは投げられる、操作性もいい、あと朝からかけてみてって感じで、次回に期待してトライしてみたいと思います。それでは以上、スペースモンキーズ TV のサルでした。ユートメンでした。ユートメンは一言も喋らないけど、バイ。